どうもラウチンです。ドラクエモンスターズ3やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はこのパーティーで対戦に行きたいと思います。ハデスナイト、スライムファング、リリパッドですね。アタッカー2枚に盾1枚っていう感じです。最近は、ヒーラーを入れて耐久してくる人が多くなった気がするので、アタッカー2枚でそれを阻止していきたいと思います。それでは行きましょう。それでは行きましょう。珍しいな、外国の人か。 OK、 あの魔法カンタがねやっぱり来るんで魔法職はやめようと思ったんだよな。リリパットはもうここは身代わりでいいでしょう。うん、相手に身代わりがいたら、リリパットをバイキルとしてもいいのかな。うん、まあどんな感じになるんでしょうか。おー、ちょっと待って、キラー魔人がかなり硬いな。魔人が硬っ。はいはいはい、大丈夫。わお、来るねー。 OK、でもこっちが、確実に先手取れるので大丈夫でしょう。硬っ、ありがとうございました。めちゃくちゃ硬い。それでは続いてよろしくお願いします。縦2枚か。まあ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 ね、まあね、こっちはそうね、身代わりだろうな。うん、身代わり、いや、バイキルト行くか。バイキルト行け。うん、バイキルト行っちゃえ。おお、向こうもかい。オッケー、あ、いい感じだったかも。これはいい感じ。効くねー。めちゃくちゃ効くね。まあまあバイキルト入ってるからね。オッケー。でね、荷物タイプを2回来るけども、動け動け、次動け、あ、動かんか。まあまあ大丈夫でしょう。リリパッドで身代わりをすれば2回攻撃してきたらきついな。でも、あ、どうだ、3回攻撃すんなよ。 OKOKOK、 これもいけたっしょ。ありがとうございました。続いてよろしくお願いします。わー、なんか似たようなパーティーになったね。いや、もうこれは戦い方は一緒だよ。一緒一緒。いや、これ身代わりしないと耐えれんもんな。ここ身代わりだろうね。どうなる？で、身代わりするわな。 OK、もう1回攻撃してくれ。あと2回、2回、あと2回。うわー、違う違う違う、よかったよかったよかった。 OK、 ナイス、いいよ。あ、凍てつく波動か。あ、でもまあまあ、うん、よかったんじゃない。効くねー、効くねー。でもまあ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 大丈夫でしょう。こっちの方が動きは確実に早いので。リリパッドは、あ、あー、動けないのか。いいです、いけたっしょ。はい、ありがとうございました。それではお願いします。あー、メタル2体か。いや、でも大丈夫ね。いや、これ、闇属性通るよね、通るよね、闇属性は通るよね。いや、むしろ魔人斬り行った方がいいような気がするな。
魔人斬りでいこうか。でマダンって来そうな気がする。コンか、さすがにコンか。ああマダンって来たらそれで終わりだもんね。わお効く、めちゃくちゃ効くな。スクールと、ああなるほど。でもまあまあ魔人斬りで、いやー効かんか。うわあ、オッケーオッケーオッケー、いいんじゃない、効くでしょ。うわ効かん、あよかった。まああとはオートで大丈夫っすね。勝て、ありがとうございました。続いてよろしくお願いします。うんまあ、縦2枚。ああちょっと待って、これ闇に強くない？闇に耐性ある感じじゃないですか。ちょっと待って、これはさどうする、バイキルト入れようか。身代わりせんしない、相手はするよね。あーはい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 、どうなる、メルトはどんな感じなの。もう一回動いて、うん、まあまあまあいいです。あ普通に効くね。あざー、なるほど、耐久してくんのか。あで全体攻撃か、なるほどなるほど、耐久パーティーね。ならばバイキ入れればどう。あ2枚してくるんじゃない、いや2枚はせんか。あやば、あぶね。まあまあまあそうなりますわな。なるほど、耐久きつい。うわ3回攻撃かい。よし動いて動いて、次動いて、動かんか動かんか。ちょっと待って、これはリリパッドは身代わりしとこう。なるほど、この耐久も結構鬱陶しいね。あザオリク2発だ、なるほど。いやーこれきつい、これきつい、身代わり。いやこれなんか嫌なパーティーだなー。なるほどね、このメルトはすごく嫌、全体攻撃するしザオリクも2回連続とか来るんでこれ嫌だわ。オッケー、どうなる。あ効くわな眠りに弱いんですよ。いやきつい、ありがとうございました。はいそれでは対戦おしまいですね。まあ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 いい感じに攻めれるんですけども、最後のあの耐久なかなかきつかったな。リリパッドとワルボーでしっかり耐えながらザオリク入れて、あいやあれはなかなか厳しいぞ。嫌なパーティーでしたね。まあ、ちょっとあの耐久できるようなパーティーっていうのも今度作ってみようと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。